目の壁は、松本清張の長編推理小説。週刊読売に連載され、1958年2月、公文社から単行本として刊行された。後に、電子書籍版画も発売されている。若い会計家事長が、パクリ屋の手形詐欺に橋を発する、連続殺人事件の謎を追跡する、ミステリー長編。点と線に次いで、連載開始された。 推理長編であり、知能反的経済犯罪を発端に、様々な社会的素材、人間像が盛り込まれ、連載中から大きな反響を呼んだ作品である。1958年に、小畜で映画化されている。電気メーカーの会計課長、関野徳一郎は、R 総合銀行本店にいて、パクリアグループによる詐欺に引っかかり、総額3000万円の手形を左手された。 会社は大損害を被り、責任を感じた関野は、湯河原の山中に分け入り、自殺する。遺書により、家庭を知った、関野の部下、萩崎達夫は、社内の極秘として、事件を警察に頼めないなら、自ら真相を追跡しようと決心した。新聞記者、田村万吉と共に、事件の背景を追う達夫だったが、氷菓子の女秘書、上崎悦子や、 右翼の領収船坂秀明など、謎の人物が工作し、やがて殺人事件に発展する。事件現場となる、すりこぎ山周辺原作における設定を記述。本作の再犯以降では、犯人たちの故郷が、長野県南作郡春の村あざ横とされており、村名以下は架空の地名ながら、村の端に小さい比較工場がある、横というところは、 付近でも貧農で知られた村なんだおとじはその貧しさに耐えかねて村を飛び出したのだ何しろ地方では貧困な農家に対して飲酒的に別紙の念が強いからねなどの記述から非差別部落であることが暗示されており部落解放同盟をか山県連合会から部落差別を基礎にした発想法に問題があり 差別を助長する作品として見逃すことができないと、非難を受けた。この時清長は、ブラック解放同盟との会談に応じ、作品の中の地名を変更したり、再出版の断念を表明したりした。また、ブラック問題を勉強し始め、読売新聞に論文を発表し、ブラック問題の講演会を開いた。清長によると、本作には、 ヒント程度だがモデルとなった事件があり、それがやはりブラック問題に関係していたという。また、ブラック解放同盟から最も問題視されたのは、所出時における犯人たちの人名と故郷の地名であり、こちらは偶然なんですが、これは調べて書いたのだということになって、まず第一番に心象を悪くしたんですねとも言う。清長はまた、 本作をめぐりブラック解放同盟幹部に50万円支払ったとも発言している。1958年10月15日に小畜系にて公開された。連載中の1957年5月に映画化が決定され、君の名は、の佐田刑事主演、大場秀夫監督のコンビで制作された。また、宝塚出身の大鳥八代は、 小竹専属入社後の初出演映画となった。原作と比べて、詐欺事件の経緯などの説明部分は省略され、主人公、萩崎達夫の考えや気持ちを描くことに重点が置かれ、また、萩崎と上崎悦子の開口場面を増やすストーリー展開となっている。現在は DVD 化されている。ありがとうございます。